この世界が、みんな、一人だったらいいのにな。はい、どうも、こんにちは。真夜中家の政府の天使担当、夢園ピエロです。ということで、今回は、女装男子 VTuber 夢園ピエロが教える乗り越えの出し方講座ということで、動画を撮ってみました。まあ、特にそんな難しいことを話す動画でもないので、まあネタ的な感じで見ていただけると嬉しいです。じゃあ早速やっていきましょう。まずその男性が女性の声を出すことを両生類って呼ぶんですけど、その両生類の練習をする際に2つだけ準備してほしいことがあります。はい。まず1つ目、湿度が高い場所で練習してください。お風呂場であったりとか、まあ、湿度が高い部屋とか、で、練習するようにしてください。で、二つ目。絶対水分を置いといてください。水。うん、水が一番いいです。はい。はい、この二つ、絶対守ってください。極力喉を痛めないようにするために、絶対必要な行為なので、この二つだけは必ず準備してから両セルの練習を始めるようにしてください。では、早速、解説の、をやっていこうかと思います。はい。ということで、今回紹介するのは、吐息アプローチ、または口先アプローチと言われるやり方になります。もしかしたらね、他に解説してる人とは、ちょっと違ったなんかニュアンスとか伝え方をしちゃうかもしれないんですけど、夢園ピエロ的にはね、こういった風に呼びながらちょっと練習してるという感じで、まあその辺はご了承ください。この二つをね、簡単に説明すると、男性って、その声帯、まあ、喉仏を振動させることによって、その男性特有のガラガラ成分っていうのを声に入れて出してるんですけど、まあ、そのね、声帯や喉仏を振動する面積を減らす、その、減らした声。まあ、一般的に言うと、囁き声ってやつですね。押しも押し。こんな感じです。息に少し声が乗ったような感じの、はい、声、ささやき声に、まあ、プラスアルファ、あるやり方を入れていってあげると、まあ、その、吐息アプローチ、また、口先アプローチっていう風な練習方法になるんで、まあ、今日はね、その、詳しいやり方、プラスアルファっていうところを一つずつ説明していこうかなって思います。まず、これは大前提ですね。裏声を出しましょう。はい。まあ、女性の声は高いっていうのは当たり前なことじゃないですか。で、男性の地声って絶対女性より低いじゃないですか。うん。まあ、中にはね、その、女性ぐらい高い地声を出すような男性もいるかもしれないんですけど、まあ、多くの大半の男性はですね、その女性よりも低いんで、声が。まあ、大前提として裏声を出す練習をしましょう。はい。まあ、ただ、そこで、まあ、裏声、男の人の裏声って結局男の人の裏声なんですよ。うん。なんで、まあ、まあ、意識的に言うと、少し地声が混ざったような裏声ですね。はい。まあ、ミックスボイスと言われてるんですけど、まあ、その辺をちょっと説明していくとかなりね、難しくなっちゃうんで、今回はですね、まあ、裏声を出すっていうところを意識してみてください。はい。次、二つ目、口角を上げます。いいみたいな。いいの口ですね。はい。口角を上げることによって、ちょっと声にね、なんて言うんですか、活気が出る感じあるんで、声が高くなるんですよ。口角を上げると。はい。なんでね、できるだけ口角を上げた口で声を出すようにしてください。次、3。その裏声と、裏声、その、ウィスパーボイス、ささやき声、うん。その息と、プラス裏声で一回声を出してみてください。はい。やってみると、もしもし。みたいな感じです。はい。息に少し声が入る感じの、はい、まあ、ウィスパーボイス、うん、っていうのを少し練習してみてください。はい。で、この時声の出し方は別に何でも喋っていいんですけど、基本的に、あーとか、まーとかっていうのが、すごく高さとか調整しやすいです。はい。もしくは、つながる言葉、バイバイとか、もしもしとかっていうの
で、あの、喋ると少しやりやすいと思います。声の高さ調整するのが。ぜひ試してみてください。はい、ここまで来るとね、あともう少しです。次、4。今さっきの声を少し鼻にかけてあげてください。はい。まあ、鼻にかけるって言われて難しいかと思うんですけど、言っちゃえば鼻声です。あの、風邪をひいた時のような感じの声。うん。言っちゃうとね。あの、夢園ピエロはね、その年中鼻声みたいな声をしてるんで、まあ、あんまりやりすぎるとダメなんですけど、はい。まあ、その鼻にかけてあげることによって、まあ、舌足らずな感じだとか、まあ、声に少し柔らかさが、増すんで、まあ、意識は鼻から息を抜くみたいな感じで、はい、声を出してあげてください。最後、はい。まあ、最後は、まあ、出し方っていうより、もう気持ち的なところになってくるんですけど、基本的にね、あの、声って、その、ロリ声というか、その、メス声とかっていうのは、あの、出すっていうよりかは、あの、演じるっていう気持ちを持つことが大切です。はい。あの、なので、皆さんの中で、その、イメージ、その、ロリはこういう声出すよねとか、こういうアニメキャラの声出したいんだよねとか、こういう女性の声出したいんだよね、こういう男性の声出したいんだよねっていうのをイメージして、それを演じるように声を出してみてください。はい。この以上、5個かな？はい、5項目を意識して練習をすることで、まあ、ロリ声っていうのは出せるようになると思う、なります。はい。じゃあ最後にね、あの、ちょっと実践でやってみようかなと思います。もしもし、お兄ちゃん、大好きだよ。チュッチュー。はぁ、あ。はい、ということでね。いやぁ、もうきっついわ。はい、もう産地、精神すり減らされるわ、ああいう声出してると。はい。まあ、あの、夢園ピエロね、こういう格好してるんですけどね、別にあの、女の子になりてえからあんな声をね、出してるわけじゃなくてですね、ただね、なんかネタとしてね、出せたら面白くねっていうのがね、強くてね、まあ練習してたっていうのもあったんで、はい。まあ、今後ね、そういった両生類出したいなっていう人は、まあ、夢園ピエロの動画参考にしてくれるととても嬉しいんですけど、ね、その、まあ、ガチでやってる方、まあ結構ね、その講座動画はね、いろいろ転がってるんで、まあ、あの、他の人のやつもね、他のガチでやってる方のやつをね、参考にしていただくとね、よりわかりやすく、まあ、練習できるんじゃないかなと思います。はい。ということでね、まあ今回、ロリ声の出し方っていうのを伝えたんですけど、そのトイキアプローチ、口先アプローチの、まあちょっとね、そのデメリットってわけじゃないんですけど、まあ残念なところが一つあって、その声量が出ないんですよ、どうしても。やっぱ息で喋るからね。なんか少し使用用途が限られちゃうんですよ。はい。まあ、なんだろうな。まあ、その上げるとすると、なんだろう、合法的に、うん、ロリプレイができるとかかな。うん。まあ、実家発電をするしたい時にね、まあ今日はロリにするかって思ったら、なんか自分で声出してやったらいいんじゃないですかねって感じです。はい。あとはなんか通話とかだったら、まあそんな声を張らなくていいんで、まあ使えるかなっていった感じで、はい、もし興味がある方は練習頑張ってみてください。はい。ということでまた、機会があればなんか違ったやり方、うん、まあ夢のピエロが、ガチってた時の、まあ声のやり方とかはね、また今度解説動画とか撮ってみようかなと思います。はい、もしよければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー仲良くしてください。ということで今回の動画はここまで。ご視聴の方ありがとうございました。グッバイ。